い、どうもピヨキルです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコーススペシャルトロールということで、特別なトロールということでしょうか。そして説明文にですね、トロールとはどういうものかこのコースで教えてあげようって書いてるんですよ。いいね、その説明文煽ってる感じがたまんないね。じゃあこのコースをやって、トロールは一体どんなものなのか教えてもらいに行きますか。そしてこの制作者にトロールを実況するやつはどんなやつなのか教えてあげようじゃないか。最近ね、おとなしくなろうかなちょっとうるさすぎないかなと思って。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.1%。 いや楽しみだね。あそこまで書かれちゃどんなものなのか期待してしまうよね。そしてサムネが鍵だったから、ピンコインコースなんじゃないかな。あ、一応違うんだね、うちの。いっこ開幕派だ。いや見事に最初あの二人かわせたと思ったんだけどね。じゃあここはパックンが襲ってくるからすぐ上に逃げろっていう感じか。上のフラワー取っていいのかな。うわ、悔いが出てくるのか。あ、でもやられね。じゃあ左上のフラワー無視していいんだよ。そしたら先に進めると。そしてこうめちゃめちゃ怪しい、明らかに怪しいぞ。何もしないがあったら先に進めるみたいな。楽しいか、マリー。大人になってもトランポリンは楽しいのはわかるけど、僕を置き去りにしないで。だからそこ降りか。まあ発声練習はこの辺で終わりだね。今から僕の美声実況というものをお聞きください。僕はオワオワしていく、そしてガガッやばい、キモすぎて笑いが出ろくでまーん。そういや僕の悪い癖があってさ、面白いことを言いたいんだけど、どうしてもボケてしまうと自分で笑いが出ちゃうんだよね。そこどうにかしたらくでまーん。もう絶対ドクレマンは言わない。この辺に隠しブロックがあったよね。そして上からジャンプしていこうか。あの30コイン信用していいのか。 USD が降ってくると強制天国。こんなものか制作者よ、僕はまだまだ足りないぞ刺激が。ぬるい、ぬるすぎるぜ。こんなもんじゃ僕の興奮度はまだ 10% 未満だぜ。じゃあキノコを手に入れて、ここでハテナブロックを叩いていくぜ。そして左に行ったら道を塞がれてしまったけど、ここに隠しブロックが。あだー、あのね、僕自分で思うんだけど、今までかなりのトロールコースやってきてるじゃん。なんで喋らないでガチで考えてったら、あんまり罠に引っかからないんじゃないかなって思うんですよ。なんで今からちょっと喋らないで先やってっていいかな。分かってんだよそんなことは。これから喋らないでいきたいと思います。されたでござる。なんかあれだね、本当にタイトルの通りザ・トロールコースっていう感じのコースだね。じゃあここはチョロップ踏んでいいのか。後ろにツタがあるのが見えんだよ。隠しブロックがない感じが。じゃああのツタに一旦捕まっておこうか。そしたらダブルダブル。このペースだったら僕貧血になってしまうよ。朝病院に行って血抜かれたばっかりなんだから、ここは右ダッシュしていけば大丈夫だと、そういうことだと思います。そして左の方が怪しいな。 P スイッチか。右はトゲボロチ、トゲ。このコースめちゃめちゃいいね。すごくトロールコースをやってるって感じがする。さすが説明文にあんだけ書いてたことだけのことはあるね。まだチェックポイント位置も取ってないけど、マジでおすすめできるレベルだよこのコースは。あー、右と左どっち行こう。右、いや左に行ってみるか。はい、ダメー。まあ2分の1系はダメだね。弱いよ僕選択肢には、めちゃめちゃ弱い。このコースね、王道的な罠が多いから、結構考えればね罠回避できそうなんだけど。魚ハテナを叩いてすぐ右に逃げる。そしてこっから左に行けばいいのかな。あのブロック叩いた瞬間すぐ右に行こうか。合ってた、合ってるっぽいね。これキノコなんかな。あ、本当にキノコやん。え、これ取らせてくれるんじゃないの。いや、取ったらダメなんだね。そういや最近ね、ハマってるアニメとか漫画ありますかっていうコメントが来たんだけど、最近はチェンソーマンにマジでめちゃめちゃハマってるね。アニメはまだね、今放送中で2話ぐらいしか出てないんだけど、すごく面白いからおすすめです。じゃあここは取ったらいけなかったよね。いや不思議だよな、逃げてるアイテムって見かけたらどうしても追いかけて取りたくなっちゃわない。え、でもこの先進めるのかな。あ、ここでキノコが出るのか。そして上のブロックは何もないと。そしてこのドアに入っていけば中間ポイントそろそろあってもいいよ。ここは何もしないでよかったのね。そしてこの USD キノコを取ってクモを抜く。そして何も考えずにこのまま一旦蹴ってみようか。そしたらどうなる。
うますぎる。これは何も引っかからないでそのまま先進めたんじゃない。そしてここで USA キノコで大ジャンプして中間ポイントゲットと。わ、ここマジでうまかったね。で、左に行けってことかな。で、一旦やられろみたいな。この近くの枠は何もなんないよね。いや、絶対ここ右怪しい。こっちが正解。わかってんだよ。はっ、やべえ、今日取れたが大丈夫。めちゃめちゃ順調に進んでるよ。無機物。このコースはさっきも言ったけど、王道っぽい罠が多いから、ある程度トロールコースをねやり慣れてる方はあんまり罠に引っかからないかもしれないね。隠しブロックを叩く。そしてすぐ左に逃げれば氷ブロックを溶かしてくれるっていうわけか。上のハテナすげえ怪しいな。パウを信用してみるか。一旦パウを信用してみます。合ってんじゃない。やめるなよ。トロールコース実況者はこのくらいでガタガタ抜かすほどやわな精神力じゃないんだよ。キノコ様、はいはい、もうすべてお見通しマウマンドリル。ここはキノコン取ってハナちゃんを抜けていけと。そして右、このレールは何、上のキノコの場所を連れて行かれる気しかしないな。でも一旦右を進化してみよう。そしたら、はっ、いや、あの靴手に入れなきゃいけないんじゃないの。そしてあのブラパをヒップドロップするみたいだ。人生ドロップしちゃったね。靴を履いた瞬間すぐ右に逃げる。そしてここでヒップドロップ。そしてこの先滑んのかな。え、なんかでも砲台が持っていけんくらい。え、ここどうやって行けばいいんだろうね。あー、わかった、ここでヒップドロップすればいいんじゃない。そしたら右の砲台が上がらないっていう感じか。そして右の砲台も絶対どっか移動するんじゃないの。これでも一個飛ばしでいけないじゃんね。上に針があるからさ、絶対なんか来るんだろう。わかってるよ。そっちじゃないよ。僕求めてたの今のバブルじゃない。なんかワールドがキャンとかいう準備してたのにさ、何もないなんてひどいじゃん。せめて砲台移動してよ。ここになんか顔があるね。なんかまずい予感しかしないね。あ、張ってたんじゃないこれ。あ、すげえ。これ上、いや、どっちだろう。すげえ気になる。上行ってみるか。こっちが正解。つらら。いや、ここ悔しいね。絶対上が合ってると思ってた。まあまあ、実況者としては上が誰だったんかな。じゃあそろそろチェックポイント。ここは何をしやがり。じゃあここすぐ上に行っていいかな。上に行ってこのオンオフは変えれないもんね。え、じゃあ勝手に変わるみたいな。あはー、なるほどね。で、右のオンオフは変えれないけど、上にジャンプしたら、あー、これで変えることができるのかさ。中から始まる魚とマリーの暑い夜。とうとうマリーは魚にも手を出したようですね。じゃあここで一旦魚落として、もう一体来るんじゃないの。大丈夫、何も来ない。ここですぐ見に行って中間ポイントゲット。よっしゃ、残すはゴールのみ。じゃあちょっとクリアしていきますが、ここは何もしない。この方何かあれば待ってみる系はダメだね。すぐに避けた方がいいよ。そしてこの音符を叩いた瞬間すぐ上に行ってみる。あっ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 、危ねえやろこんなの。超高だ。もうこの音符は何もしない。そして右のコインまで行けば何か起きるんじゃないのか。絶対なんか来そう。あ、やっぱりね、絶対その敵が来ると思ってた。一緒やじとマリーの白雪姫。雑すぎる。なんか白雪姫ってよ。じゃあここ何をすればよかったの。何もしないでいいんでしょ。きっとそれが正解なんじゃないかな。さあ行きましょうか。そしてあの火の鉄球乗れることは知ってんだよな。これもう詳しくなっちゃってるから、トロールコースに。そしてここはボム片を叩いて一番右、いや左に逃げておこうか。それが正解だと思う。右下すごい怪しいな。ちょっと行ってみる。どうなんだ、何もないのか。何もない感じだね。それじゃあこの土管に入って先に進みましょう。左上は何だったんだろうね。2分の1か。この2分の1別にどっちでもいい感じなんじゃない。多分そうだと思うんだよね。あ、ここゴールだと思う。このコースマジでおすすめだね。相当やりやすい。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。1の2がブラパに支配されたというこのコース。ごめんね、これ一発マリオじゃないんだけど、どうしてもこのコース気になって。で、説明文にさ、ブラックパックまたの名をワイドソードって書いてるんだけど、ワイドソードっていうの、ブラパって。初めて聞いたね。
まあ、このコースはね、初代マリオ、スーパーマリオブラザーズの1の2を再現して、さらにブラッパを敷き詰めたっていう感じのコースだろうね。いや、どのくらい難易度が上がってるか楽しみだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.76%。 いや、1の2を再現してて、それでなおかつクリア率が 0.76% だったら結構難しくなってるんじゃないかな。ここも再現してるんだね。上の土管はやっぱ入れないか。ということはこの土管から1の2スタートっていう感じっぽいけど、あー、なるほどね。こんなにブラパがいるの。まあ、アイテムはあ、やっぱりなさそうか。まあ、アイテムが出たところでブラパに押しつぶされるんだけどね。なあ、クリーボーとさ、ブラパがいるだけ、まあ、そんだけだったら、あ、なるほどね。チョロプーも来ると、これしゃがんでかわせんのかな、このスパナっていうのかな。で、ノコノコもブラパを連れてんな。あ、地味に難しいんじゃないの、ここ。アイテムがない状態。いや、違うんだって。僕めちゃめちゃ気になってるところがあってさ、このブラパの下のブロックめっちゃ怪しくない？なんかあるんじゃないの？一旦叩いてみる。まあ、お遊びはこの辺で終わりだね。ここのノコノコとブラパしっかり回避していきよう。さっきもこの上に登っておけばよかったんだけど、普通のジャンプで壊せると思ってた。あ、これは難しいんじゃないの？ナイス回避。そしてここは右に中間ポイント。あ、中間ポイント早めに取らせてくれるんだ。結構優しいね。そしてここはハンマー。いや、これ絶対難しい。こっからなんか一気に難易度上がりそうだね。中間ポイントも取ってるし。ここはどのタイミング？このタイミング、さあ、なかなかいいタイミングだよ。うますぎる。ワンチャンこっから一発成功ありえるかもしれない。1の2ってね、そんなに長いコースじゃないんだよね。ここは右に抜けていこうか。あのデブロス、地震攻撃してくんのかなっていうか、クッパいんの？ここ来た。どっか違う。まあ、こんなもんでしょ。さっきまでスムーズにいけたのが嘘みたいだ。危ない。このビーム野郎がよ、そんなものじゃ、6つ。ここあのダブルでハンマー出してくるところがあるじゃん。あそこが鬼だよ。ここちゃんとくぐり抜けてきました。上のハンマーブロスだけ倒しておこうか。下のハンマーブロス上に行かないのかな。行かないっぽい。ジャンプして上に行ってよ。初代だったら行くじゃんか。ちょっとこれ抜けようかな。ここよっしゃ来た。こっからだよね。右のブラパは一旦ここ右のリフトを渡っておこうか。そしてこれどうやって行けばいいんだろう。いや、わかんねえこれ。ここ、いや、来た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 。こっからジャンプして右の土管に入ればいいっていう感じだよね。このタイミング、ここを抜けるのさ一苦労だよ。こう、オッケーオッケー。次上から行ってみようか。多分ね、上からの方がいいと思う。これ上からの方が簡単なんじゃない。さあ、ここで、いや、上クッパが火入ってきてるのか。この右ったらどうなるんだろうね。隠しルートだけど、いや、無理じゃんこんなの。あのクッパの方すげえ気になるよね。土管に入ればゴールなんだろうけど、ちょっとクッパの方行ってみるわ。クッパ飛んで、飛んだ瞬間に僕右行くから。あぶって。そしてここはどこ、一番右か、真ん中、左。危ないだよ。シャープ B ってなら、これもう一回戻らなくちゃいけないんでしょ。頼む、行かしてよ。オープンです。そしてここを抜けたいと思います。このタイミングだね。次は絶対に行く。あの真ん中に入るのは無理だもんね。なんで飛び越えるか、下をくぐり抜けるか。下くぐり抜けて行ってみようか。ゴールなんじゃない。頼む、もうブラパ来ないでいいよ。普通にゴールさせてね。いや、ファミコンの1の2もこんなに難しかったら放り投げてた人相当いるだろうね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてミオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。